86丁目駅は、ブルックリンクベイリッジの86丁目から4番街交差点に位置するニューヨーク七下鉄、BMT4 番街線の駅で、r 系統が終日停車する。交差点南東の階段とエレベーター S79、セレクトバスサービス乗り換えの案内板あたり駅は1916年1月15日に59丁目駅から延伸した際に、 終着駅として開業した。駅は、島式ホーム一面二線の構造で北側に、片渡り線が設置されている。駅の改札外やホームの柱は緑色で、北端を除きホーム平にはモザイクが設置されており、従業員施設も設けられている。駅は、元は、島式ホーム二面四線の構造の駅として、計画されていた。その証拠に、北側で線路が曲がっているのは、 南行線のみである。東側に線路を2本付設できるようになっている。駅は2カ所改札があり、南端の終日開いている改札からは4番街と86丁目の交差点南西、南東に出る階段があるほか、エレベーターが南東に接続している。また、北側には無人改札があり、85丁目と4番街の交差点に階段が一つ接続している。 2007年には第13地区ビト・フォセッター議員と第22地区マーティ・ゴールデン議員が2011年に完了した1380万ドルの改修工事の資金を確保した。これによりホーム端に展示ブロックが設置された。プラットホームの壁はもともとタイル張りであったが1970年代の改修の際に取り除かれていた。今回の改造により これらのタイルが復元され、さらにガラスモザイクのアートが追加された。2018年6月よりエレベーターの設置工事が始まっている。当初は2020年5月頃の完成を予定していたが多少延期となり、同年7月下旬頃に完工した。この工事では3605万5077ドル、費やした。以下の路線が運行されている。ありがとうございます。